さんお疲れ様です。さっちょこです。えりなです。りなです。お願いします。はい、今日はスタバを飲みながら雑談します。イエーイ。イエス。私はアイスのホワイトモカ。私はラテのベンティです。チュース。カッチン。最近どうよ。最近どうよ。明日デート行く。え、誰と？え、あの人。うん。え、ドライブだっけ。ドライブしに行きます。で、ドライブ行くって明日。ドライブで今ちょうど LINE が来たんだけど、うん、なんか待ち合わせ場所どこにするって話をしてて、うん、で私こう何最寄りどの辺みたいに聞かれた時に、あの2個先行きぐらいまでさば読むのね。だからそこに迎えに行こうかって言ってくれてて、いや実はこっちに住んでんだよねっていうか、うん、もうそこにしちゃうかどうしようか今悩んでちゃう。わかる？自分の最寄りの隣の隣とかに設定してんのね、うん、自分のこの辺の近くって言ってあって、ちょっと何時に何時集合。12時に、いや違う、1時にお店を予約、1時にお店行くってことになってるから、その前に待ち合わせたくて、だから12時とかかな。その駅まで行くか、もう最寄りまで来てもらっちゃうか、どうしようかなって思ってます。ちょっと用事あってこの駅にいた。あ、なるほどって言って、うん、最寄りに来てもらう。あ、そうそう、サバは読み続けると。まあ、え、わかんない。まあ別にいいんだけどさ、なんかちょっと気まずくてさ。わかる？この気持ち。どういう気まずさ。なんか最寄りって知られたくなくない？まあ、え、どういうこと？誰に？その彼に。別にめっちゃ仲良いわけじゃないからさ。めっちゃ仲良くもない、別に男の人にだってこと、うん、に最寄り知られたくない。そうちょっと警戒意識高すぎる。結構聞かれたら言っちゃってくれ、あれだよ、うん、普通に喋って、うん、わかんない、実家だからかな。じゃあ誰に言うの？誰になら言っていいの？あんまり言わない。あ、そうなんだ。何駅、どこに住んでるのって言われたら何線って答えて、うん、何線のどの辺って聞かれたら、その隣、2個先の隣ぐらいの何とかの辺かなみたいな感じで言う。マジ？うん、マジ。なんかはずいんだよね。はずいっていうか、うん、なんか別にさ、こう1回2回でさ、あるの終わりになるかもしれない人にさ、わざわざ最寄り言いたくなって、あー、あの人はそこ住んでたな、そうって言うだけが残っちゃうから、だからなんか個人情報的な、まあでも分からないので気にしちゃうんだよね。最寄りね。最寄り、え、地元の最寄りどこって聞かれる感じ。てか私地元じゃないからかな。そうじゃない、なんならもう地元とかは言ってないじゃん、ここでも。そうじゃんね。だからそう、そういう気持ち。でも言うな、普通の人、普通のあれだったら言っちゃうらしい。いいなぁ、ドライブ。一緒。私も行きたいなぁ、ドライブ。でもドライブってさ、ドライブってやっぱ目的のあるドライブじゃないと辛くないっていうのを思ったことがある。わかる？なくてもいいかも。いや、わかんない。だから日曜日にデート行きます、ドライブしようだったら、なんか行き先欲しいけど、うん、あ、そう日曜にっていうか、なんかしっかり1日空けてとかだったら目的地欲しいけど、うん、なんか1日空けてなので、今回の場合1日空けては目的地欲しい。そうだよね。別に夜ちょっととかだったら全然なんかその辺を、うん、ナイトドライブ、ナイトドライビングとか、ドライビングしたいね。ウェイ、ライクアタクシー好き、マーク、いいよね。なんかさ、サングラスとかがさ、めっちゃさ、最高か、様になる、なんか男の人とドライブとかしてるから、ね、最高か。好きじゃない、多分それ。絶対車のシート革だよね。わかるでしょ。わからんでもない。わからんでもないでしょ、すごくわからんでもない。シートちゃんと革なんだよ、普通に。そうだね、わかるわ。わかる、とてもわかる。ちょっとそうだね、あのこのシートの存在感がちょっとあるやつね。そうちゃんとね。あ、分かる。まあ車は黒かな、多分。あ、黒のちょっと車高高いやつ。あーね、そっちね。車高高い方がまあ私は好きかな。うちも好きです。うん、シンプルに SUV、うん、がいいな。 SUV ってさ、ちょっとさあれだよね、ちょっとごついやつ。分かる。なんか
イ・ジョンソクとかが、わかる、ドラマで乗ってんのよ。電話つないでるやつ。そうそうそう。そういうのがとても好き。で、白いやつがいい。わかる、わかる、そう。わかるよね。これ、これなの。これ、これ。これ乗っててほしくない、普通に。てか、自分もなんかこのタイプの車を乗り回せてる女性になりたいよ、ね。かっこいいね。あ、迎えに来たよって。いいじゃん。乗りたくない。めっちゃこれがいい。ダメ？できたよって。スカイキャッスルの人やんって感じだけど。絶対サングラスかけてるよね。絶対かけてんな。グッチの。あ、グッチじゃないかな。なんかもっと大人なやつ。まあまあまあ、とりあえずなんかいいとこの人って感じがする。ね。いいね。うん。まあとりあえずそうですね。ドライブいいな。ドライビング。ドライビングね。いいよね。サングラスかけてる人。サングラスかけて、でも場所だよね。なんか普通にビルしかない場所、新宿とかの混んだ道でサングラスかけてるイメージちょっと違うじゃん。それ違うね。新宿じゃないんだよ、うん、なんかちょっと海沿い走ってる時に、でもそう、昼の時間帯に、じゃあオープンカーがいいってこと？え、オープンカーでもちょっと乗ってみたいんだよね、普通に。夢として。オープンカー持ってる人がいいとかじゃなくて、普通にちょっとなんか、え、レンタカーできんの？オープンカーできる、できる。え、オープンカーちょっと借りてみようよみたいな感じでやりたい。いいじゃん。え、ちょっとさ、乗ってみたくない？ロードスターとかでいいんじゃない？2人乗りのやつ。え、いい、いいじゃん。ここ開けてね、サングラスかけてね。めっちゃ暑いかな。でも夏、でも意外と、意外とそうだね、秋始まる前くらいのさ、残暑ぐらいの感じで、で車走らせたら涼しいみたいな感じがあるんじゃない？いいね。いいじゃん。え、てかうちらグランピングする予定あるんだよ、そういえば。そうなの。何日だっけ？9月のシルバーウィークじゃないっけ。そうかも。やば、いいね、ドライブ。ドライブ。でもそう、でもじゃないね。まあ大丈夫かな。なんで？まあ持つかな。確かにドライブってさ、ドライブ結構長時間コースっていうか、ね、結構喋る感じの気が合う感じの発音合わないと厳しいよね。厳しいよね、多分。しかも女子なんか3人とかだったら別に後ろにさ、自分乗ってるって感じだったら全然ちょっと混ざるみたいな感じでいけるけど、隣だったらきついね。そう、ワンオンワンなのね。ワンオンワンは普通になんかね、ちょっと大丈夫かな。こうやって座らないといけない。そうそう、ちょっと心配。あ、座るってことはあれか、座りやすい服の方がいいってことか。え、座りにくい服って何？あ、なんかちょっと丈が短すぎるスカートとかさ、避けた方がいいね。確かに。ということで、本日もお付き合いくださりありがとうございました。ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価、インスタのフォローもお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。